名校技術サムカワ教室名校技術は、名校ネットワークジャパンが展開する個別指導学習塾である。2020年8月末時点の教室数は1862教室で、直営教室とフランチャイズ教室の2種に分かれる。創業者は、塾長、渡辺幸喜。2018年11月より、代表取締役社長として、山下和人が就任。 本部は東京都新宿区西新宿小学生から高校卒業生まで全学年全教科対応一人の講師が3人程度の生徒を担当する個別指導を採用しているピーク時は全国47都道府県に合計2137教室を展開生徒数は13万9515名より二千六年からロゴマークを変更 2018年にもマイナーチェンジを行った。個別指導による自立学習を通じて想像力豊かで自立心に、富んだ21世紀社会の人材を育成する名工技術の経営形態は、名工ネットワークジャパンが運営する直営教室、地域のフランチャイズオーナーが運営する FC 教室の2種類に分かれる。FC 教室の場合、一人のオーナーが、 教室長として一つの教室を運営している。ケースと法人として複数教室を展開している場合がある。本部のスーパーバイザーが FC 教室を巡回し指導を行っている。山口県と九州、沖縄地域については株式会社アネムホールディングスがエリアフランチャイジーとして運営を行っている。教室長と呼ばれる管理者が学習計画作成。 管理や、進路指導、講師マネジメントなどの教室運営を取り仕切っている。教室内は、基本的に独立した部屋は設けられていない。教室内のどこからでも見通せるようになっていて、教室長の目が行き届くようになっている。授業スペースは、一人一人の座席が、パーティションで区切られていて、ここで個別指導が行われる。集団授業の学習塾、予備校と違い、 個別のカウンセリングを通して学習計画がプランニングされ生徒はあらかじめ設定した曜日、時間に通熟し授業を受ける。また、授業日はその当日の都合などによって別の日時に振り返ることができる。ただし、教室で定めた期日までにあらかじめ連絡しておく必要がある。自立学習を目的としており必要以上に教え込まず、 自分で解く力を養うために常に講師がそばにいるわけではないことも大きな特徴である。2018年から振り返り授業と呼ばれるメソッドに基づき生徒自身、分かったことを自分で言葉にするといった学習法が授業内で取り入れられている。ありがとうございます。